はい、では再開したいと思います。さあ、時間かかった。まあだいぶやりました。はい、敵とも戦いましたけどね、相当。はい、こんな感じ、集めましたね、一通り。結構もう全種類集めたって言っていいんじゃないの。カリン様と神様、多分1枚ずつです、これでも。1枚ずつだと思いますが、まあ取りました。ほんで、仮面仙人、必殺技ポイント50回復、ミスターポポ、必殺技ポイント完全回復。まあ、これも1枚ずつぐらいですね。はい。まあ、いいでしょう。はい、とりあえずいいだろうと思います。で、どこ行っていいかがよくわかりませんので、もう少しうろつきますか。今のところまだレベルは、あの後は上がっていないので、あ、そこに。あれは、西の都かな？今よく見たらめちゃめちゃカード充実してんな。あんま使いたくないけど、でも、くそ。ちょっと修行もしたいですね。1、2、3、4、5、6、7。このもうちょっと敵強いじゃないですか。もう一個ぐらいレベル上げとこうか。いきなり敵との勝負ってことになったら多分勝てないと思うんすよね。1500ぐらいですかね。ちょっと待って。悟空の状態見よう。悟空のレベル。悟空のレベル、あ、12。残り12。よしよしよし。オッケーオッケー。じゃあちょっとそのレベルアップだけしましょうか。これなんか万が一にも敵出てきたら嫌ですね。5、6。回復も、技の回復もしといた方がいいな。そうやな。ちょっと技の回復もしといた方がいいっすわ。ちょっと向こうサイド回った方がいいな。オッケー。ちょっとこっち行った方がいいっすね。マミー。マミー。お母さん、マジかよ。ええの持ってんな。ミイラ男が、ミイラくんが強かったことを考えるとちょっと怖いっすね。マミー若干怖いかも。あの包帯の威力が凄まじかったからな。カードがしょっぱい。まあでもね、全部のカードが必殺に変わるとか、そういうの、ちょっと特性も分かってきたので、お助けカードの。今度はもっとうまくいく。これが危ない。これが危ないですよ、多分。結構食らうんじゃないかな。これ怖いぞ。おわ、ナイス！ここでナイス！いや、舐めてたら殺されっから、こんなん多分。オッケー。舐めプはやらない。逆カメ。ちょっと筋トーン使って回復のポイントまで移動したいなと思います。おっしゃ、強っ、めっちゃ強いやん。わあ、食べ物食べた。よう、こんなやつが持っとった食い物よう食うな。絶対食べたないねんけど。よう、あんなわけのわからん得体の知れへんやつが持っとったか、食い物食いますよね。絶対腐ってるけどね。確定ですけど。はい。まあいいだろう。亀仙人どのパターンやったかな。途中まで僕結構書いたりしてたんですけどね。神どこ行ったっけ。書いたりしてたんですよ、これ。でもね、意外と同じパターンはなかった。あ、今のパターン。まあ、まあ、ええわ、もう。ええわ。筋トーンを使いましょう。筋トーンを使って、この辺り。え、あかんねや。ポロ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 。いや、もうほな、使わへんわ。もうここ行ったら一発。まあ、最悪や。最悪です。一番最悪のこと起こった。
一番最悪。よかったー、戻れた。押し回復しに行こう。どっちが近い？こっちの方が見えてるからいいか。いやもう絶対回復しなあかんよ。でゴミカードだらけなんですよ。ごめんなさいね、本当にもうゴミ中のゴミがもう集まっとるんで、ドラゴンボールの世界の全てのゴミが今僕のカード体の中に集まっとるんで。よし、オッケー。雑魚が出ないだけで嬉しい。はい、視線をくぐっていく。はい、もう一回ね、ちなみにゾンビリカント出てきよったんすよ。やっぱめっちゃ強かったっす。はい、早くちょっとお見せしたいんですけどね、なかなか出てきてほしい時には出てきてくれないので、ゾンビリカント君は謎の強さを持ってます。オッケー、もう慣れましたね、ちょっとね。 1,2,3,4,5,6。 あ、向こう行けばよかった。3,4,5,6。よし、必殺号が1個あるから、まあ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 って感じかな。厳しいね。3,4,5。はい、ここでじいちゃん当ててー。ふっ、よし、そうそうそう、ミスターポポ右の時はね、右に連のパターンなんですよ。これは豚右にいいやと思う、多分。はい、なんかちょっと思い出した、今一瞬思い出した。まあいいわ、ミスターポポヒーターはめちゃくちゃでかいですから。よし、完璧中の完璧。よっしゃー、7出たら終わりの勝負。しびれるぜ。オッケー。ああ、もう悟空の修行中アップしないなってんのか。オッケー、じゃあ行きますか。まあまあバトルがあるとは限らんからね。またカプセルコーポレーション行くんかな。次の展開はもうピッコロかな。ブルマがいます。あら、孫くんやっぱり来たわね。え、どういうことだ。ドラゴンボールでしょ。なんと驚きじゃない。ここで開かれる世界武道選手権大会の優勝トロフィーにドラゴンボールがついてるんだよ。ほう、じゃあそれに優勝すればもらえるんだな。はあ、はあはあははあ、ヤムシャたちも出場するのよ。ほう、亀仙人さんたちも来てるわ。さあついてらっしゃい。みんな、孫くんよ、だいぶ修行を積んだと見えるな。今度こそ負けないぜ。俺も無天老師の元で修行をしたんだ。久しぶりだな。お元気だったか。みんな来てる。これが天津飯優勝する回かな。さあみんな頑張るんじゃぞ。誰が優勝するかしら。直接俺だって結構背が伸びたんだけどな。ぽいな、ぽいな。ずいぶん背が伸びたんじゃないか。え、どっちかな。ぽいけどな、俺も出てみるかな。ちょっと待って、使えるもん使っとこうか。亀の甲羅を外して、武部隊、試合を行うところです。移動しますか。あー、やっぱりそうや、天津飯や。よー、誰かと思えば亀仙人ではないか。ふんなんじゃ、鶴仙人か。へへへ、すまんの、優勝はわしの弟子の頂きじゃよ。恥をかかんうちにとっとと帰った方がいいんじゃないか。うん、チャオス、行くぞ。うん。さあ、やってやろうか。何ですか、あの嫌なクソジジイは。うん、鶴仙人中、かつてのライバルじゃよ。さあ、やりましょう。この組み合わせは、試合が始まります。話す、審判。皆様大変ながらお待たせいたします。ただいまより世界武道選手権大会を始めます。それでは第1試合の始まりです。さあ、チャオズ選手との戦いです。
これは原作になかった試合という。ことになりますが、原作ではクリリンが勝ったんじゃなかったんやったっけ、え僕やったっけ、いやあれ勘違いしてる、答えはパーダーのやつですよね、勘違いしてるかもしれないです、ごめんなさい、わけわからないました、もうこのオリジナルストーリーとも混同して、飛んだ上に飛んだ、よしよしよし、まあ、攻撃は入りますね。連で10台入れば、優秀かな。これもっと入るでしょ。上に飛んだ！よし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 。チャオズは楽勝かな。ここは我慢させていただいて、ラッキーシー入るし。あ、倒したし。よし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 。弱い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 。オッケーオッケーオッケー。クリリンか、この二人は武術の神だと言われている無天老様のお弟子さんたちです。悟空真剣勝負だぞ。オッケー、そうやそうや、やっぱり悟空が倒したんですよね。あれでも全然思い出せないです、頭おかしちゃってるわ。おっと残像拳、クリリンも残像拳使えるようになっとるわ、強い、やる！だって決勝は負けるから、実質的にはこれが決勝ってことになるのかな？まだか。おい！入った。よしよしよし。蹴りで6入るなら全然柔らかいっすね。本当はちょっと決勝戦とか戦い次の戦いのためにちょっと取っときたいですけど、それほど体力は多くないと見た、チャオズのことがあるからね。特あんねや、クリリンの特なんやろ、ちょっと弱いカード消化しとくか。おっしゃラッキー、マジラッキー、これはゴリラやろ、これはゴリラよ、そらそうよ、そらゴリラよ、おっしゃー、うわ引きがいい、めちゃくちゃ引きがいい、これはゴリラよ、そらそうよ、そらゴリラよ、オッケー、よっしゃー、一を2枚使って勝つという最高の形。あーヤムチャ来んのか、決勝はいつやねん、さあ来い悟空、第3試合の始まりです。この2人の対決もまた同じ亀仙流同士の戦いであります。もうストーリー違うよな、天津飯と戦ったはずですからね。カード4枚、どうしようかな、ちょっと様子見るか、こんな感じでいこうか、カメハメハ、おお、ポン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 、ゴリラみたいな、やばくない？大丈夫？当たったー。まあ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 。知れてました。おらー。ナイス。あれ？やっぱりチャ、すいません。ちょっと思い出そうとしてんだけど、やっぱりチャオズって、クリリンです、じゃなかった？なんかすごい悩ましいねんけど、ちょっと調べてみよう、スマホで急遽調べますわ。やっぱりクリリンでしたよね、答えはパーダのやつはクリリンのイメージやねんな、ちょっと待って、わからん、悟空が答えはパーダじゃないような気がするんですよね、逆カメ、ちょっと待って調べよう、あーやっぱりそうです、ごめんなさい、やっぱりそうです、いやもうなんかわからんようになって、これ見さされてっからさ、このゲームを、はいすいません、にわかでごめんなさい、よっしゃ来た、これ決勝ですよ、やろう、世界武道選手権大会の決勝戦行います、天津飯選手、さあ亀仙流対鶴仙流の激突です、
命令だぞ、殺せ。俺はもう殺し屋にはなりたくない。この試合だけは思いっきり戦ってみたいのです。なんじゃと、恩を忘れて、お、覚えておれ。ええやつになった瞬間、正々堂々、こちらは全く正々堂々してないですけどね。必殺にするやつどれでしたっけ。あられちゃんでしたっけ。あられちゃんね、2枚は取ったのよ。私の記憶では2枚は取ったんすよ。まあちょっと様子見てもいいかな。あのヒッツ置いといて、ちょっと様子見ますか。よっしゃ、オッケー。うん、まあめちゃくちゃ硬いってわけじゃないぞ。ラッキー。何あれ、クーンなっとる。いやいや、っていうか弱いぞ、むしろ。全然雑魚の方が強かったレベルやな。マジか。なんか次の展開があんのかな。全然弱いっすけどね。攻撃力がやたら強いとか。ない。よし。ごちそうさまですね、これは。ナイスー。オッケー。これはお助けカードもいらない説やぞ。しょぼいなー。ただこっちのカードがしょぼいんすよ。うわ、肘、高速の肘。しかし火ダメはしょぼい。そして割とダメージ入るんで、こっち弱いカードでも、ほら13とか入るんで、これ入るね。いや、これ7の必殺来たら終わるよ。終わらせられる。いやー、いいね。あの攻撃、謎の攻撃。よし、4枚な。やってやるって。必殺残像剣。あー、残像剣か。そっち系やらへんのか。地震の剣とかやらへんのか。特、連撃というか肘ですね。おっと、くそ、肘好きやな。食らわねえんだよ。いったれ、体当たり。ナイス、2で十分です。ヒツ5、対筆。対は弱いんすよね。ここは残像ガード、筆がくっ。マジか。ここでここ1引きが悪い。マジか。 OK、 カード4枚。ちょっと怖いな。ちょっと怖いっすね。いや、ここね、あられちゃん行きますわ。もう4枚の前半で勝負決めるっていうことですよ。おし、戻った。食らいやがれー。うわー、マジか。渾身の逆カメが。これはまずい、これはまずい。渾身の逆カメが空振った。赤ドドンパ。え、大丈夫。29 4 3、これやばいやばいやばい。アップ、うー、あぶねー。いや、これはちょっと回復しないとな。ナメプのカリン様。くわー、必殺が言うこと聞かねえわ、ほんとに。マジで苦しい。カードがしょぼすぎるっすよ。食らうよねー。おし、
が確率なんでしょうね。ピリピロピロピロはあれをまさか逆カメに合わされるとは思わなかったっすね。ちょっと予定外の出費よあれ。おし、ドドン、入った。ふう、結構ダメージ与えてるけどな。もう言うてあと4枚防御中心でいきましょうか。おっしゃ、いった。オッケー、これは一発入れてくれー。あ、いったー。うわー、倒せへん。マジかー。シェー、入ってるよ。強いな強いな。シュッ、入ってる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 。マジか、倒せへんな。よしよしよし、今回はドフリーで攻撃できました。4食らいやがれ。シュッ、ワンインチ。おい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 、倒せへん。よし、来た、クリティカル。めっちゃ強い。 HP えぐい。配球券やばい、やばそう。大丈夫、7やぞ。いくわよー。ふぅ、怖えー。普通にめっちゃ苦しいっすわ。どうしようか。これはちょっと体力、ブルマ使うか。余裕やと思っていたのに、この苦しさですよ。余裕も使えへんからね。なんでここに来てガードできんねん。よし、これは当たる、これは当たる。うわー、うまい。やっぱ負け格なんかな、もしかしたら。負け試合なのかもしれんな、これ。倒せないっすもんね。まあちょっとでかいの掘り込んでみないと何とも言えないっすけど。なんか、進めば進むほど食らう量が上がってるような気がするんだけど。大丈夫これ。いや、倒せへん、もうほんまに倒せへん。残り22。あー、倒した、やったー。あれ、見なかった、やったー。はい、あー、優勝したー。優勝は原作とは違うけどね。乗ってるわ。全然違うけどね。優勝です。孫悟空選手優勝しました。もうよう戦った。悟空は強敵天津飯を打ち負かしたのです。悟空のレベルがまた上がりました。やりました。ありがとうございます。激しい試合のあった舞台です。ここで事件が起こるはずよね。乾杯だ。しかしお前のような奴に会えて俺は嬉しかった。悟空も主のような達人がおって色々と勉強ができたわい。キャー、優勝トロフィーが、化け物が、あ、このタイミングなんや。優勝トロフィーが何者かに奪われてしまったのです。なあ、こんな紙切れが落ちてたけど、丸の中に魔の字、何かしら。いや、なんかを見てるやん。なんじゃと。やはりピッコロ大魔王、あの天界寺武道会をこの世から消し去ったのもあやつの仕業に違いない。え、天界寺武道会、やっぱりこれは違ったんや。天界寺武道会はピッコロが消し去ったんや。どうやって、やり方がわからん。やれるやん、別にイベントは。自粛してただけちゃうのこれ。やつは己を倒すやもしれぬ武道家の出現を恐れておるのじゃ。でも普通に武道家やってるやん。とうとう現れよったか。ということはドラゴンボールもそのピッコロにとって邪魔なものと。
追跡。あ、これ追跡やばいぞ。腹減ってっから。追跡やばいっすけどね。オッケー。じゃあ次回ここから行きましょう。追跡します。